皇帝城下は中華人民共和国史戦争、皇帝史に伝わる民謡。皇帝城下の誕生について、現在最も有力とされる説は、1946年、福建省出身の音楽学生、クレ文紀が、当時の成功省の省都であった皇帝で国軍の音楽教官となり、当地で採取した多くの民謡のうちの一つである、ためためあずちを原曲とし、 音楽学院の教授で著名な作曲家、こうただし線が編曲に携わったというものである。彭馬山の国ある、風光明媚な町皇帝の情景と一組の男女の、恋をシンプルに歌い上げた、皇帝浄化は、中国全土に知られる人気曲となった。歌詞に繰り返し出てくる、ためため的は、看護の副詞ではなく、恋を歌った民謡でよく使われる調子を整える。 チベット語の言葉であり、このような恋歌を、ためため蝶と呼ぶ。ためため蝶は2006年に、皇帝の民謡歌手網、うんつよを、主な継承者として、四川省第一非,非物質文化遺産に登録された。皇帝県の中心地で、近くに、宝馬山を望む、路上人は、チベット語で、ダルツェンボといい、主要民族である、チベット族と共に、 漢族も多数居住する地域で、中国国内において、本局をその二つの民族の文化が融合した、歌曲として扱うことも少なくない。皇帝。ありがとうございます。